朝潮丸と朝風丸から岩屋港航路の要目が書かれた石碑赤石港お別れ乗船のため混雑する赤石港赤子淡路フェリー株式会社はかつて存在した日本の海運会社である民間企業と自治体が共同出資した第三セクターで本社は兵庫県赤石市中崎2丁目7番1号にある兵庫県の赤石港と岩屋港を結ぶ フェリー航路を運行しており、タコフェリーの愛称で知られた、赤石市街地と淡路島を結ぶ最短ルートの一つであった。また、赤石海峡大橋が開通するまでは、淡路フェリーとともに自動車交通の要であり、特に夏季の観光シーズンの盆休み期間などを中心に乗船のために3、4時間の待ち時間を生ずることが頻繁にあったほか、 乗船車両の待機場へ入る車列が長打となることも日常的な光景として見ることができた。なお、明石海峡大橋が強用された後も、両区間の往来には遠回りを強いられるほか、自動車専用道路である道橋を通行できない小型バイクなどにも利用されていた。また、定期券も発売されており、淡路島北部から明石市などへの通勤通学など旅客のみでの利用も見られた。 赤市海峡名産のタコにちなんだ愛称のタコフェリーと親しまれて呼ばれ、各船の船体にはオリジナルキャラクター、タコファミリーが描かれて、キャラクターグッズを販売するなど増収に努めていた。1952年の旧道路整備と区別、措置法により、四国、阪神間の物流ルートである国道28号の海上区間を有料道路とする。 兵庫県営の赤詩フェリーを1954年4月12日に開設。同時に、鳴門海峡にも徳島県営の鳴門フェリーが開設された。1956年の日本道路公団設立に伴い事業上とされ、1986年まで公団赤詩フェリーとして運行。その後、関西汽船設立の名義は海峡フェリーへ航路上と、さらに、 赤市フェリーへ航路上とされたが、赤市海峡大橋開通に伴い経営状態が悪化。撤退を決定した同社の事業を引き継ぐため、2000年7月1日に、甲子園高速フェリー、赤市市、淡路町などが出資する第三セクターとして、現在の赤市淡路フェリーが設立された。民間フェリー時代には、並行する旅客船航路の万端連絡機船 淡路連絡機線が運行しない深夜の便を除き旅客のみでの乗船を認めていなかったが、継承後は旅客のみでも乗船できるようになった。2007年2月以降は本州と淡路島を結ぶ唯一のフェリーとなったが2008年、原油価格の高騰や明石海峡大橋を含む神戸淡路、鳴門自動車道での ETC を利用した各種割引などが原因となった。 利用客減少による収支悪化を理由として深夜、早朝便が廃止された。2009年、高速道路の休日割引の影響による利用者の減少を受け、会社は所属する船員らに退職給料の削減を提示した。これに対し船員45人のうち約30%にあたる15人が同年6月22日までに退職を申し出たことから、 従来の本数の維持が不可能となり、同月26日から早朝と夕方の便を減便した。その後は再び増便に転じ、2010年3月1日時点では29往復58便を運行していた。航路廃止後の赤志港の様子、建物や施設の解体が進んだほか、待機場はコインパーキングとしても利用されている。 車両高層ゲート撤去後の様子赤市港2010年9月3日、親会社である常石ホールディングスは、高速道路割引の影響が大きいとして、他の株主である赤市市と淡路市に対し、航路廃止と会社の生産を申し入れたことが明らかになった。これを受けて、赤市市は、並行して高速線を運行する淡路ジェノバラインに、対し、東フェリーとの合併、統合を要請したほか、 会社生産に際して従業員の退職金などに充当するため、朝潮まを1億円でタイの会社へ売却する方針を決め、これに伴い9月21日から運行便数が36便に減便となった。同年10月15日、明石とフェリー側の協議の結果、11月15日の運行をもって航路を休止することが明らかになった。 同日の明石港発17時40分の便を持って営業を終了し、従業員は同日付で解雇となる。なお、同社の負債総額は11月末で4、0円に達する見通しで、最後に残った朝風丸の売却益を負債解消に充当するとした。これにより、明石海峡大橋を通行できない車両が自走して、本州と淡路島を行き来することができなくなった。一方、 航路休止直前の同年11月、淡路ジェノバラインが航路の運航を承継し2011年3月の運航再開を目指すことを表明した。岸壁など、施設使用量の減額や使用する船舶の停配など、詳細の交渉が引き続き行われたが、航路復活に意欲的だった赤石市長の北口博人がフェリー支援についての発言に関して、 市議会による、問責決議を受けた後2011年4月の選挙に、不出馬を決めたことから協議が停滞した。同年12月24日、常市ホールディングスは、同日に開かれた赤市淡路フェリーの、臨時株主総会により、全保有株式の淡路ジェノバラインへの譲渡と、派遣していた役員の退任により、経営から撤退したことを発表した。航路再開に向け使用する船舶について、 赤市海峡を横断する投稿路に必要な性能を満たすものが、すぐには調達できない状況にあると報道された。2011年10月20日、淡路ジェノバラインと淡路市、赤市市が協議、長崎県の安田産業機船で就航している、富岡モテギ航路の小型フェリー、フェリー絆を購入して、排気量 125cc 以下のバイク、自転車、 旅客を対象とした運行を2011年12月1日をメイドに運行再開を行う計画があり、このフェリーには普通乗用車5台程度搭載できるが、乗用車は搭載せず、乗降場はタコフェリー乗り場ではなくアワジジェノバライン乗り場にて行うと報道された。ただフェリー購入資金が赤石アワジフェリーの運行休止後の事業生産で生じた残余金を充てることに、ジェノバ車が 小型フェリーを購入するのに、タコフェリーの金を使うのは、おかしいと明石市長の泉ふさは10月21日の会見にて購入見合わせを求める意向を表明し、また、車を運べないなら、フェリーではない、タコフェリー社が取締役会を開いておらず、法的に問題があると述べた。同年10月24日、淡路市の角康彦市長と明石市長の会談により、 小型フェリーによる運行再開計画は事実上撤回された。同年11月16日、航路の運行休止から1年が経過し、第3セクターである会社の解散も考慮されていると報道された。同年12月27日に再開の断念と第3セクターの解散が議論されたが、明石海峡大橋を含む、 新たな高速道路料金体系が決まる2012年3月まで先送りされていた。しかし、同年5月には運行再開を断念し会社を解散することが決定した。同月29日付で会社は解散し、生産会社となった。また、同日付で航路の廃止届が出され、31日後の6月29日付で航路廃止となり、本航路は 明日ともに58年の歴史に幕を閉じた。2013年3月27日付で生産終了し、赤市淡路フェリー株式会社は完全消滅した。2014年1月に神戸市で行われた赤市海峡海上交通に関する協議会において、2015年夏を目途に赤市岩屋間に 125cc 以下の二輪車。 自転車を輸送できる100トン級の高速旅客船を就航させることで関連自治体が合意した。もとより、明石海峡大橋は 125cc 以下の単車は通行できず、またジュノバ車が運行できる車両は自転車30から40台であるため、単車輸送が課題となっていた。新しい旅客船は、淡路市によるプロポーザル入札により常江市クラフト ファシリティーズが4億7520万円で受注し、運行業務は2015年7月1日から5年間の予定で、淡路ジェノバラインに委託することになっている。その後、新造船、マリン、淡路の就航日が8月2日に決まり、125cc 以下の二輪車の構想は、赤港浮き山橋完成後の9月23日から開始した。以下は、 休止直前の運行状況、朝風丸明石港岩屋港、ありがとうございます。